演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ホテルピエナ神戸ルシオルというお店の、お店というかホテルの中のお店の薄切りシュトーレンを食べたいと思います。あー、シュトーレン、ほんとフルダンベーカリーでいろいろ食べ、カルビやらでいろいろ食べてましたけど、こんなシュトーレンもあるんですけど、ちょっとお試しサイズなんで薄いですけど、これ、はい、この薄いお試しサイズのシュトーレンが5つ入っていて、で、これでこの5つで1000円ですからね。これ1枚200円ってことですか。結構いいお値段しますよね。で、まあそのいいお値段がするシュトーレンを食べていきたいと思います。薄いから汚れにくいのもいいかも。はい、こんな感じです。ではいただきます。今まで食べてきたシュトーレンと比べると結構外側がしっかりカリッとしていて、薄い状態で食べるとしっとりとカリッとか両方味わえるクッキーのような味わいでした。今クッキーよりシュトーレンの方が上上下もないけど、何もないけど、ちょっと比べるのは不適切かな。うーん、で中のドライフルーツもしっかり味が効いていて美味しかったです。うーん、やっぱり分け合うなら薄い方がいいですね。でも、も今度は香りにかぶりつきたいなとも思いました。というわけで、自分は今回楽天通販で買ったんですけど、多分このバーコードリーダーからそのサイトに行けると思いますので、ちょっと見せておきますね。見せていいのかどうか分かりませんが、他のケーキやらこの巨大シュトーレンも食べたいという思いも抱かせてくれましたので、サクッとした食感、脇屋の手軽さなども全てトータルしてこちらの点数とさせていただきます。本当にありがとう、嬉しかったです。ではヘビいるやガラスの下にと嬉しくて、ヘビは幸福を呼ぶとも言いますからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。